やっぱり。やっぱり。やっぱりな。あ、何がやっぱりや。雨っすよ。今日あいつ親知らず抜く言ってたもんな。雨女かい。名前が清水亮でしょ。清い水に涼しい、漢字で書いたら全部山水に水、もう水だらけの名前。おまけに魚座の生まれとくりゃ、そりゃ雨も寄ってきますわ。ケンケン、長い間お世話になりました。しゃあな、これからもずっとよろしくお願いします。なんか全然泣けるセリフちゃうな。
幼稚園の頃からずっと同じクラスで、なんや兄弟みたいなもんです。ほんまかわいそうなやつで、遠足も運動会もあいつ通るとみんな雨、いつも周りからいじめられてました。ほなデートに傘は必需品か。もう慣れましたけど、逆に雨降らんとなんや盛り上がらんで。ええなあ、なんかええ話や。しかしお前よかったやないか、ええ仕事が見つかって。毎日バンダリ座って姉ちゃんの裸見て暮らすんやろ。羨ましいわ。バンダリなんか座りませんよ。裏方裏方、カバの日の番ですわ。アホ、それでもええ仕事や。暴走族上がるのお前にはこんな仕事は向かんて、わしは前からそう思っとった。そうか、ほんなお前と働くも今日が最後か。うーわー、本気で降ってきよったな。Thank you.
今度は何や。もうそっとしといてや。慰めてくれんのか。ありがとう。ちゃん、それで遊んだらあかんよ。お姉ちゃんに渡して。うん、ありがとう。簡単な見積もりやから正確な数字やないらしいけど、うちの旦那言うてたで、ええ場所やって。今ならこれ以上で売ったるって。旦那、こんなこと言うて怒らんといてな。まあ寮やからいいよねんけど。何？気悪くしたらごめんな。せやが何？考えようによっちゃあんた今自由やんな。親も言い名付けもおらん天涯孤独。そやけど絶対自由や。何でもできる、どこでも行ける、誰も口出さへん。それって最高に自由やん。人生全部リセットしたようなもんやで。ほら、いってらっしゃい。
関西どこ？どこやろ。名前は？え？あんたの名前。あんた覚えときや。初めて会った人と仲良うしたんやったら何も聞かへんことや。名前とか過去とかそんなんどうでもええやん。インドのある村にな、仲がええんで有名な夫婦がおってん。円満の秘訣はな、一番大事なことは夫が決める、他のことは全部妻が決めるいうことやねんて。そやけど実際はな、奥さんが何でも決めてんねん。車や家を買うのも子供の学校とかも全部。なんでや、お前シリに惹かれてるだけで何も決めてへんやないかって夫に言うたらな、そんなことない言うねん。そしたらお前が決める一番大事なことって何やって聞いたら、それは神が存在するかどうかや、これだけは絶対あいつに決めさせへんやって。変な夫婦やろ。うん。あ、ここや。何してんの。ここや、ここ。私ここ絶対来たことあるわ。覚えてへんの。なんかしょっちゅう浮かぶねん、夢の中で。デジャブか。なんや、あんた泣いてんのか。でやねん、急にや。ごめんなさい。なんであんたが謝るん、変なやつ。名前、亮にしよう。男でも、女でも。
誰？お母ちゃん、いつもありがとう。さあ、中入って。お母ちゃん、ごめんな。今日風呂沸かしてへんねん。お母ちゃん、指怪我してるやん。ちょっと待って。指貸して。母ちゃん、私なあ、ここ愚かな思てんねん。打って一からやり直そうかな思てんねん。ええかな。せやけど、もうお母ちゃんに大きい風呂入ってもらわれへんようになるな。ありがとう。像我这样的车子，ごちそうさん。最初口聞かれへんのかと思ったわ。ここ
んとこしばらく誰とも口聞いてんかったから。あんた行くあてあるんか。その傘持って行き。
おーちょ、うわっ、あっつあつ、なんだうわっ、あっちお不動さんや。お？それ火の神様やね。周りいっぱい炎に囲まれてるやろ。お前怖い顔してはるけど、私ら脅かしてるんちゃうねんで。体を炎で包んで私らの心の中の悪魔を脅かしてくれてはんねん。しょうもないことよう知ってんな。火見るといつも思うんや。こいつは自分を燃やすために燃えてるんやろうか、それとも周りのもん燃やすために燃えてるんやろうかって。ちっちゃい時、毎年冬の初めに庭で焚き火やったんや。私はこっちから、お前はあっちからやでって、おふくろと二人で庭中の落ち葉集めてな、かき集めるとめっちゃ大きい山ができる。そんで親父呼んで火つけてもらうんや。三人ででっかい火囲んで芋や栗焼いて食べる。そんな味もう覚えてへんけど、その時の火はよう覚えてる。俺はずっと火ばっか見つめとった。なんか落ち着くんや。どんだけ見とっても飽きへん。なんかすごい幸せなんや。せやけど今は誰も焚き火なんかせえへんし、そんな大きい火どこ行っても見られへん。うちやったら毎日見れるで。うち風呂やんか。いっぱいお湯作るにはいっぱい火たかなあかんもん。来るか？清めよ流し合おう、戦闘スターれば人気がスター。
金がスターでば、戦闘がスターで、戦闘スターでば、人情がスターで、人情スターでいえば、戦闘スターで。社長も小雪もお父さんも、ヤクザもじじいも赤ん坊も、ここではみんな同じよ。簡単にこの汚れた力、何にも変わりはありません。裸と裸の触れ合いで人も痛みが、よくわかる。皆が周りを思いやり、いつも仲良く来れたのは、これ学校や法律のおかげではない。なぜならば、学校が教えるな知識だけ、人生は教えてくれへん。法律が教えるは、そりゃ常識だけじゃ、人生は教えてくれへんやろ。さすりゃ戦闘は、人生を学ぶ最高の道場。戦闘は、戦闘は、ここのことやで、人生を学ぶ最高の道場、日本一の道場や。清めよ、流し合おう、戦闘スターれば人気がスター、人気がスターれば戦闘がスター、戦闘スターれば人情がスター、人情スターれば戦闘スター。そしたら、私はあっちから、あんたはこっちからで。水遠慮なく使ってや。地下水汲み上げてるからなんぼ使ってもええよ。りょうさん、ありがとう。あんたはなんで私の名前知ってんの。お客さん呼んでんの聞こえた。そうか。俺の名前な。言わんでいい。
実は俺な、何も言わんでいい、聞きたくないわ。初めて会った人と仲良したんやったら何も聞かんことや。どれでもええで、好きなん着てや。お父ちゃん物持ちええから、若い頃のとかもあると思うから。死んだ人の着るん嫌かもしらんけどな。かまへん、俺も死んでるし。お、これええな。匂てるわ。ええなあ。うん。登ったことある？うん、うん。どんな眺めやろ。そろそろな、平屋敷に帰って外のペンキも化粧直しした方がええよ。そうしたら次の時お願いします。あ、はい、お、あ、よし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 、ちょ、お、どうもどうも。ほら、thank you.
本物の富士山見たことある？ない。私こないだ初めて見たんや。その時聞いてんけど、富士山にいっぱい雨降るやろ、その雨水どこ行くか知ってる？富士山の表面は砂利と火山の石なんやて。雨水はその間をどんどん染み込んでいって富士山の中心にたまるんや。その水がまた麓の泉に湧き出るにはだいたい100年ぐらいかかるんやて。なんか人間に似てへん？喉乾いてな。そこの冷蔵庫にあるもん何でも飲んでよ。ええな、これあんたの胸によう似合うてるわ。誰かのプレゼントか？これ形見やねん、おふくろの。俺の身代わりに死んで、おふくろ。そう。この石、何の石か知ってる？いや。ムーンストーンっていうね。石鹸の匂いする。もう寝てよ。
したんや？どうしたんや？大丈夫か？お母ちゃん気持ちええやろ。私お母ちゃんに何もしてあげられへんもんな。こうして体を洗ってあげることだけやん。私な人雇ってん。英語でな助かってんねん。こうして銭湯を続けられることになったしな。近所の人もみんな喜んでくれてんねん。お父ちゃんいつも言うとった。人の幸せいうもんはな、持てるもんで決まるんやない。与えるもんで決まるんやって。お父ちゃんも天国で喜んでると思うわ。ん？何？私らよう似てるって？ほんまやな、よう似てるわ。帰りはったんか。うん。なんで一緒に住まへんの。うん。おふくろさんやのに。違うねん。ん？お母ちゃんちゃうねん。一昨年やったかな、あの人全然風呂も入らんと汚い格好してうちの前歩いとったんや。開店前誰もおらん時やったから読んで背中流してあげたんや。それからたまーにうちに来るようになってん。そしたらないつの間にかあの人の頭の中で
私は自分の子供になってしもてんねん。噂やとあの人自分の子供が川で溺れ死んで、それから気が変になってしもたらしいんや。山向こうの病院に入っとったんやけど、ある日そこから抜け出してきたんやって。違うな。え？その話違う思う。地震や。あの人こないだの地震で何もかも失ったんや。彼女には立派な家も家族もあった。夫は多分大学教授や。娘が一人おって、そうや、音大で歌の勉強しとった。幸せやった生活があの日全部変わってしもうたんや。そこは地獄や。崩れた自分の家、その下に埋まった家族、一瞬のうちに廃墟となった町。でも本当の地獄は避難所にあったんや。小学校の体育館や。そこで毎晩繰り返される盗み、暴力、レイプ、それを誰も止めへんかったんや。彼女はショックやった。何もかも信じられへんようになった。そんで5日目、彼女は避難所から抜け出してん。彼女は歩いたんや。廃墟の町を出て、川を越えて、道に沿って、どこまでもどこまでも歩いた。そんでやっとこの町にたどり着いたんや。彼女は狂ってるんやない。狂ったふりしてるだけや。そうせえへんかったら生きていかれへんのや。なんでわかるん？なんとなくそんな気するだけや。私はどっちでもいい。の命日忘れたらあかんやな。ごめんなさい、表回って。今鍵開けます。はあ、やっぱり今年も晴れたな。はあ、ええ天気や。誰？じっちゃんや、便器屋の。
ペンキ屋？うん、毎年なお母ちゃんの命令に富士山書き換えてもらってんねん。じいちゃん手伝うわ。いや、ダメ、こないだ DJ やっとったよ。これぞほんまのポップアートや。富士山描いて50年、師匠はな半世紀前からキースヘリングやってんねん。すごいやろ。あんた風呂屋やったんか。うん。ええ仕事やな。そうか。何も生み出さへんし何も残さへん、ただ人の赤を落とすだけ。全部流され捨てられる、ゼロや。そやのに毎日人に喜ばれる、感謝される。すごいことやん。最高やん。ありがとう。あんた幸せやな。男も見つかったみたいやし。あかんあかん、バレバレやん。一晩とはいえ自分が愛した相手が今誰を思ってるか、そんなん目見たらすぐ分かるに決まってるやん。あんた今綺麗やで。
ありがとう。え？あん時な、私本気で死のう思っててん。それがあんたの顔見たら一遍で吹き飛んでしもた。おかげでこうして師匠にも会えたしな。あんたに絶対お礼言わな思っててん。そしたら今日また会えたやろ。奇跡やで。これほんまに。さっきな、神さんに言うてやってん。今日はあんた信じてやってもええでって。ほな、来年。うん、来年。元気にやっとるかい。はい、元気ですよ。あ、またあのいつものやつな、はい、話してくれるか。うん、あの女のとこと言うかいな。いいです。あ、そうか、はい、しまんな。富士山綺麗やな。今日書き直してもらうとこなんです。ああ、そうか、よかったな。またな、風呂もやれてうまいこと言ってな。ああ、そやそや、聞いたで。あの、組合からボイラーマンの人派遣してもらったやて。そう、よかったな。いろいろあるやろけどな、しっかり頑張りや。うん、分かったか。うん、そうか。じゃあな。はい。ありがとう。さよなら。さよなら。宮沢優作。
ってる？うん。お月さんどこやろ。昨日うちの風呂場の上に浮かんどって。夢の中の話。そう。もしかして俺延々と顔洗っとった？せやから雨降らしたったやろ。ありがとう。前の人もこの朝日見とったやろか。手の木の匂い好きなんや。持ってってええで。いつもありがとう。偉いよな。こいつら水しか飲まへんや。せやのに延々と酸素出してくれて、家にも割り箸にもなってくれる。文句も言わんとな。どうしたん？ここでして。
ごめんな。俺、雨、好きや。ほら、こいつらも喜んでんで。飲め。いっぱい飲めよ。もしもし。あ、それそれ。おい、それあれ、はい。あ、おぎりすめ。あ、もしもし。お、あ、俺や。お、何やとは何や。え、お前、お前一体な何してくれんねん。家もやった、車もやった、家具もやった。え。手塚治虫電子もやった、通販でこうてな、日焼けライトあるやろ、あれもお前にやったやろ、俺のケツの穴のケーパーで抜きよって。おいおい、ルイセ、お前も何か言うたね。ああ、今、あ、聞いてる聞いてるんか。あ、毎月な、ちゃんと娘の養育費も俺が振り込んでるやろ、誕生日のプレゼントも送った。せやろ、お前せやのに、なんでや、なんで、いまだに俺の夢に出てくるんじゃ。やめろ、出るな。分かってるのか、出てくるな言うてるやろ、もう出てきたらあかんぞ、俺のな、夢だからね、もうお前出てきたらあかんぞ。なんでお前、俺の夢に出るんや。
な。俺変やろ。おかしいやろ。終わり？うん、お客さんみんな帰りはった。やっぱり落ち着くな、ここ。いつまでもおったらええやん。ずっと。嘘つき。え？ずっとなんてないやん、この世に。どうしたんや。俺な、自分で自分が怖いね。なんかちょっとしたとこで切れてしまうね。自分でもどこからこの力が来るか分からんねん。ここでこうしてる時だけは落ち着くの。せやからこのままでええやん。わかんねえ。もう遅いね。人間って綺麗なもんやない。汚い生き物や。ほっといても体汚れていくやろ。名前も過去も全部体みたいに洗い流せるといいのにな。行こう、背中流してあげるわ。お母ちゃん。
来とったとこやったし。
吠える空を見た目を閉じたまま突き抜ける景色をこれ以上何を見ればいいのだから私はもう戻らないよ。に優しい場所を知っていた泣き声のように届く風何度も散りになった世界はまた美しく照らされて影をもうんで名もない色をまとう恋しよそっと女の子が拾って窓辺に置くよ月が見ていた夜が見ていた胸に生える羽は雲を切ってここを見下ろすように尋ねるよ何をなくしてるのかと誰をずっと探してる雪が溶けるように私の奥に差し込む光はあなたの瞳の奥にある一筋の